じゃあ着きました。尾張瀬戸駅、愛知県瀬戸市ですね。こんな駅なんで初めて来ましたね。ね、今日2つ目の、ね、駅ですけど、こんな電車旅、こんなのってんだ。フリーキブ付きのね、で、折り返して新しい市街地の列車が行くと。その時ね、大阪井町と普通列車が境町とその終わり瀬戸の間を延々と来るって感じですよね。で、これがね、ターミナルですね。ターミナル、いやこっちはもう幹線があるんだ、有地線があるんですね。いいですね。こうやって並んでるといいですね。ターミナル、こんだけターミナル近いから珍しいですね。いいですね、ターミナル感じますね。よし、さあ、で、改札出たら、いや、ここからも前線のこれ買えるはずですけどね。ワンデフリーキップを打ってますよね。で、ここから境町まで460円。もうとりあえず境町行かないといけないですからね。普通にショートカットして、あの、本線の方行っていいんだったら、大曽根からね、行っちゃえば早いんですけど、今回、境町の方に出ないといけないですから、それが大変だ。やべえ、もう起きる前だよ。なんかあるかな、食べるとかの。あるんだと早めに、あ、それしくってないですからね、食ってやるのが手なんですけど、県名の瀬戸物のね、瀬戸市ですよね。実際、瀬戸物が、たくさん作られていた、瀬戸焼の町ですからね。結構ですが、このね、もう駅前もすぐに陶器屋さんがずらっとあったりするあたりがだいぶ瀬戸感ありますね。さあ、やけど、あまり商業施設はないのかな。特にご飯を食べれそうなところが見当たらないな。中にあるかな。この交通施設かな。この辺になってるか。来るとこあるかな。あ、そうだ、ここに瀬戸というか、うちにいる。うちに洋館か、もう洋館ですもんね。すごいですね。あ、モーニングサービスなんかがあるんだ。じゃあこっちで太陽の電池が、うどん屋さんなんかもあるんですね。へえ、あ、こっちにバスターミナルなんだ。なるほどね、こんな感じなんですね。ヤンキーとかあるのかな。あ、日替わりヤンキーがある。日替わりヤンキー食べてこかな。ネギとも食べてたもん。まさやな、どうしようかな。さあ、食べてきましたけど、ランチ美味しかったですね。いや、しかしすごいな、これでもかってぐらいに富士四本やっぱ押してますね。そっか、こっちはご当地屋敷もあったね。こんな百食神社とかやってたんですね。百食ってなかなかやる。すごいですね、四冠ですもんね。本当に羽生さん以外の七冠とかいきそうですもんね。いや、すごいな、そっかそっか、一押ししてますね。すごいですね。
へえ。じゃあご飯美味しくいただきました。もうすっかりお昼ですよ。やべえよ、今から見たけだぞ。のんびりしすぎた。ついついゆっくり食べてね。しかもね、あのこれ写真にはね、すいません、ちょっと写ってなかったんですけど、追加でね、唐揚げがついて、でしかもね、あのコーヒーまで、アイスホット、選べるんでね、アイスコーヒーを飲みながらまどろんどったら、もうお昼です。やべえ、これ御嶽にいつ着くんだ。まず犬山にどうやって行ったらいいの。それまでまず高松から出てみよう。やべえな。ということで早速ね、境町の方にね向かっていきたいと思いますよ。よいしょ。ちなみに豚肉炒めでね、あれでしたっけ、野菜もねたっぷりだったんで、全然ごつくなくいけますんで、いいですね。さあ、ここには空いてるでしょ。多分境の町のところに着くのにはすごい飛んでると思うんで、カメラ回せないと思うんで、もうすぐに境町までね飛ぶと思いますけど、よいしょ。新しくなってますよね。こんな感じで、普通に聞くんだったらね、多分大曽根から乗りたいところがいいんだと思うけどね。ここで終点までのんびり乗っていきましょう。